クリントン・ドゥンバイ・コール・カペラは、スイス・ジュネーブ出身のプロバスケットボール選手。NBA のアトランタホークスに所属している。ポジションはセンター。身長208センチメートル。カペラの両親は、父がアンゴラ、母がコンゴ共和国の出身で、本人は、スイスのジュネーブで生まれた。生まれて、数ヶ月で、両親は離婚、母親の元で兄弟と共に育てられた。 幼少の頃はサッカーをしていたが、13歳の頃には、身長が190センチメートルにまでなっており、兄の勧めで15歳の時にバスケットボールを始めた。その後ヨーロッパジュニア選手権で、スイス代表に招集、フランス、シャローン・シュルソーヌの国立スポーツ体育研究所に入所した。エラン・シャロン2012年に、リーグナショナルバスケットボールのエラン・シャロンのシニアチームに入団した。 2014年4月12日に行われたナイキフループサミットでチームワールドの一員に選ばれた。その後2014年の NBA ドラフトへのエントリーを表明した。2014年5月2013から14シーズンのベストヤングプレイヤー賞とモすとインプルーブドプレイヤー賞を受賞した。ヒューストンロケッツ2014年6月26日に 行われた2014年の NBA ドラフトで、ヒューストンロケッツから全体25位で指名された。2014年7月25日、ロケッツと契約した。2015年3月30日のトロントラプターズ戦で NBA 初得点を記録。最終的に8得点、9リバウンドを記録し試合は99から96で敗れた。四月十三日のシャーロット・ホーネッツ戦で、 シーズンハイの10得点をリバウンドを記録、試合はロケッツが勝利した。ルーキーシーズン中は、複数回 D リーグに送られるヨグランデバレー、バイパーズでプレーしたが、プレーオフでは、ドナタス・モティエ・ユーナスが負傷したことにより、出場機会が増え、レギュラーシーズンよりも出場試合を増やした。二0十五から十六シーズンは十七試合に、平均九点一分の出場で、 7.0得点6.4リバウンド0.6アシスト0.8スティール1.2ブロックなどを記録した。2016から17シーズンは65試合に平均23.9分の出場で12.6得点8.1リバウンド1.0アシスト0.5スティール1.2ブロックなどを記録した。2017年8月5日に南アフリカ共和国で開催された EN NBA アフリカゲーム2017にアフリカ出身チームとして出場した。2017から18シーズン、2018年2月9日に行われたデンバーナゲッツ戦で自身初の20得点、20リバウンド以上となる23得点、自己最多のの25リバウンドを記録、試合はロケッツが130から104で勝利した。 これにより1985年2月14日に30得点、25リバウンドを記録したハキームをラジュアンに次ぐ若さで23得点、25リバウンド以上を記録したロケッツの選手となった。74試合に平均27.5部の出場で13.9得点10.8リバウンド0.9アシスト0.8スティール1.9ブロックなどを記録した。 2018年のプレーオフ1回戦、対ミネソタティンバーウルブズの第5戦で26得点、15リバウンドを記録、試合は122から104で勝利しロケッツが4勝1敗で1回戦を突破した。ロケッツではエースのジェームズ・ハーデンがいたこともあり、プレーオフでも多くの試合を経験した。2018から19シーズン。 2019年1月7日のデンバーナゲッツ戦で自身初の30得点以上となる31得点を記録した。このシーズンは67試合に平均33.6分の出場で16.6得点12.7リバウンド1.4アシスト0.7スティール1.5ブロックなどを記録した。2019から20シーズン2019年11月20日の デンバーナゲッツ戦で史上4人目となる5試合連続20リバウンドを達成した。次の試合では19リバウンドで連続記録は途切れたが、その次の出場2試合では23.21リバウンドだった。右足のかかとの怪我により万全ではない状態で出場していたが、1月29日の試合が最後の出場となった。このシーズンは39試合に、 平均32.8分の出場で13.9得点13.8リバウンド1点にアシスト0.8スティール1.8ブロックなどを記録した。アトランタホークス2020年2月5日、デンバーナゲッツ、ヒューストンロケッツ、アトランタホークス、ミネソタティンバーウルブズの4チーム間でトレードが行われた結果、ネネーと共にアトランタホークスへ移籍した。移籍後は、 シーズン終了までに復帰することはなかった。2020から21シーズン、2021年1月22日のミネソタティンバーウルブズ戦で13得点19、リバウンド10ブロックを記録し、自身初のトリプルダブルを達成した。10ブロック以上でのトリプルダブルは NBA ではアンソニー・デイビス以来3シーズンぶりであった。オフェンス面では主にピックロールなどで、ハンドラーから、 リム付近でパスをもらって、得点を重ねる、いわゆるフィニッシャーとして躍動。ルーキーイヤーからいたヒューストンでは、ジェームズ・ハーデンやクリス・ポールとプレーしていたこともあり、ハンドラーとの相性は良い。一方で、ジャンプシュートやフリースローは苦手とするなど、オールドタイプのセンターとなっている。ただディフェンス面では、長いウィングスパンを生かした、リムプロテクトやリバウンドに長けており、 機敏さもあるためスイッチディフェンスにもある。程度対応できるなど、シュートは打てないながらも現代のディフェンスおいては、必要な能力を十二分に備えている。basketball-reference.com ありがとうございます。